カープ好きじゃけチャンネル、お疲れ様です。今日は月曜日ということでカープの試合ありませんでしたので、プロ野球夏の祭典ということでオールスターについてお話ししたいと思います。オールスターといえばちょっとカープファンにとっては残念なニュースも今日飛び込んできたんですけど、今年のオールスターは第1戦ペイペイドーム26日に行われます。で、第2戦目が27日の水曜日、松山坊ちゃんスタジアムで開催されるということで、毎年ね、金曜日、土曜日の開催のイメージがあるんですけど、今年は土平日に2試合やるということで、まあ、ちょっとレアなケースなのかなというふうに個人的には思っています。まあ、金曜日土曜日の方が人が集まりやすいかなと思うんですけど、まあ、平日でちょっと人集まりにくいのかなと思うんですけど、まあ、オールスターなのでね、まあ、満員になるんじゃないかなと思います。ペペドームね、最近4、5年前かな、確かやった気がするんですけど、そのねオールスター僕見に行ったんですけど、非常にね、熱気に溢れてて面白い試合でした。で、2戦目地方球場ということでですね、どうやら2018年以降地方球場で4年に一度開催していくということになったらしくて、まあ、今日ちょうど今年がその4年に一度の2022年ということなので、地方球場での開催ということになっているようです。まあ、地方球場でのオールスターといえば、今日本ハムのね監督のビッグボス新庄監督が、かつて地方球場のオールスターでホームスチール決めたということもあるので、まあ、なかなか地方球場でのオールスターも見応えがあって面白いんじゃないかなと思います。さて、そんなオールスター、プロ野球ファンが待ち望んでいる、楽しみにしているオールスターなんですけど、冒頭でもお伝えした通り、ちょっと今年はカープファンにとって残念なお知らせがあります。その残念なお知らせ、結果ですが、なんとカープファン投票と選手間投票で選手が一人も選ばれないという珍事が起きてしまいました。はい、というわけでカープまさかまさかの11年ぶりにファン投票での選出0人となってしまいました。いやー、ちょっとね、驚いたというか、悲しいというか、残念でしたね。11年ぶりなので、だいぶ久しぶりですね。2011年以来ということになります。まあ、近年のね、カープはね、2013年あたりからカープ女子とかも出てきて、だいぶ人気上がってきてましたし、2016年からは3連覇して、めちゃくちゃ強かったということですし、まあ、有名な主力選手がたくさんいましたし、まあ、鈴木誠也選手とか、菊池選手はね、毎年選ばれる常連でしたが、まあ、鈴木誠也選手も今年いないですし、菊池選手も、まあ、不調ということもあって、残念ながら今年は0人となってしまいました。まあ、2位の人はね、何人かいまして、まず森下投手ですが、1位と6万票差の2位ということで、まあ、ちょっとね残念でしたが、まあ、1位のね青柳投手がねすごい成績残してるんですよ。今年途中出遅れたんですけど、もうそんなん関係ないぞというぐらいめちゃくちゃいいピッチングしているので、これはもう仕方ないですね。まだ防御率 1.36、 1点台ですし、もう9勝上げているということなので、まあ、これは青柳投手で当然だろうということです。で、栗林投手は1位の大勢投手と約8万票差の2位ということで、まあ、これも仕方ないですね。大勢投手ね、ルーキーなんですけど、ここまでセーブトップ、24セーブ上げてますし、まあ、ルーキーとは思えないぐらいの安定感見せているので、カープも全然打てませんですし、もうこれはね仕方ないですね。防御率も 2.14 と非常に優れているピッチャーなので、これも仕方ないというところがあるかなと思います。で、最後ね、まあ、これはねちょっとカープファンの方からはちらほらという意見も聞こえるんですけど、まあ、マクブルーム選手が1位の中田翔選手と7万票差の2位ということで、まあ、ここも残念でしたね。はい、まあ、ちょっとね、いろいろ言いたいっていうファンの方いると思うんですけど、まあ、個人的には全然仕方ないんじゃないかなと思いますし、まあ、それがファン投票だと思います。やっぱりファン投票は人気投票というか、まあ、知名度、インパクトのある選手が選ばれる投票で、まあ、それがね、いいところだと思うので、まあ、やっぱ中田翔選手はね、かつて日本のね、4番も打ってましたし、まあ、今年も、まあ、ホームラン打ったりしているので、まあ、そういったところが注目されて、投票を集めたんじゃないかなと思います。マクブルーム選手ね、もちろんカープの4番として立派な成績残してくれてるんですけど、まあ、今年ね1年目の助っ人ということもありますし、まあ、ちょっと若干遅れて合流したっていうのもあるので、まあ、そこまで知名度上がってないんじゃないかなと思います。まあ、それでね、最近ねホームランめちゃくちゃ打ち出したんですけど、ちょっと前まではあまり打ってなかったので、まあ、ちょうど投票期間中はそこまでインパクトなかったかなというところで、中田選手に負けたんじゃないかなと思います。でもう一個ね、選手間投票でも選出0人ということで、ちょっとねこっちはね残念でしたね。まあ、西川選手が外野部門で3位と67票差の4位ということで、まあ、あと一歩だったんですけど、まあ、西川選手も今怪我してるのでね、まあ、票も伸びなかったんじゃないかなということです。はい、というわけで残念ながらファン投票、選手間投票で選出0人だったんですけど、まあそこまでね気にすることはないかなと思ってます。カープの人気は終わりって書いてるんですけど、まあ、全然ね
人気終わってないと思いますし、大丈夫だと思います。なんでまあね、選手間投票、ファン投票で0人だったか、ちょっとまあ個人的に考えてるんですけど、まあ3位なんですけどね、今カープ3位なのに、0人っていうのはちょっと意外かなというところで、まあ一つね、まあファン投票はインパクトのある選手が選ばれるということがあるので、まあ青柳投手は成績がめちゃくちゃすごいですし、大勢投手も成績すごくて、ルーキーっていうので、まあ仕方ないですね。で、中田翔選手も、まあ4番、日本の4番だったということで、まあインパクトあるので、まあここもね、仕方ないところかなと思います。で、今年ね、カープ3位なんですけど、まあ各成績のランキングで上位にランクインしている選手があんまりいないんですね。防御率も、徳田投手の4位が現状でトップですし、まあ打率もそこまで、坂倉選手もね、まあちょっと打率一瞬上がってたんですけど、まあそこまで伸びてないということもあるので、まあなかなかランクインしてないっていうので、なかなかね、インパクト残してないんじゃないかなと思います。で、まあ、その中でもね、比較的選ばれそうだった西川選手はね、残念ながら怪我があったということで、まあ、ここで票も伸びなかったなというのもありますし、まあ、坂倉選手ね、今年多分サードでノミネートされてると思うんですけど、サードのね、ライバルがえぐいんですよ。村上選手っていうね、化け物がいるので、もうそれはね、仕方ないかなというところで、まあ、ちょっとね、そこは残念なんですけど、不運なところもあるかなと思います。まあ、こういったね、理由があるので、まあ、たまたま今年11年ぶりに0人になってしまったんじゃないかなと、いうことだと思います。で、もう一個あるのはね、ちょうどね、ファン投票期間級がね、ファン投票の期間がね、交流戦と被ってたんですね。交流戦といえばね、カープ全然勝てなくて、もう全員選手不調ということだったので、まあなかなかね、その期間と被っていたので、他の球団のファンの人からしたらカープに入れようっていうのはならなかったんじゃないでしょうか。はい、そういうこともあって今年はね、ファン投票伸びなかったですし、まあそこの成績が良くなかったので、選手間投票でも入らなかっただけじゃないかなと思うので、全然人気はあると信じたいと思います。そんなオールスターですけど、今年はプラスワン投票というものがあります。はい、まずその前にね、まあそういうファン投票、選手間投票では0人だったんですけど、監督推薦ではほぼ確実に選ばれるので、まあ心配ないです。オールスターカープの選手出ます。11年前、ファン投票0人だった11年前ですが、まあバリントン投手、サファティ投手、栗原選手と石原選手という選手が4人もね、選ばれているので、まあ今年も4人ぐらい選ばれるんじゃないかなと思います。で、今年はね、誰になるかなっていうふうに個人的に考えたんですけど、まあ床田投手ね、一番カープで今安定している先発なので、選ばれるんじゃないかなと思います。で、栗林投手も抑えとしてね、まあ、大勢投手よりはセーブ数は少ないんですけど、まあ、今年も去年引き続いて、安定したピッチング見せてくれているので、選ばれるかなと思います。で、もう一人ね、マクブルーム選手ね、マクブルーム選手も、まあ、残念ながらファン投票とかでは、選手間投票では選ばれませんでしたが、まあ、ここまでいい成績残しているということもあるので、まあ、全然十分選ばれる可能性もあるかなと思います。で、もう一人ね、坂倉選手もね、選ばれるかなと思います。ライバルはね、強いんですけど、まあ、坂倉選手自身もね、すごくいい選手なので、監督推薦ということで、まあ、高津監督から選んでもらえるんじゃないかなというふうに期待しています。なので、まあ、この4人がね、まあ、個人的に選ばれそうだなというふうに感じています。で、もう一つ、今年はですね、2019年以来のプラスワン投票があるぞということで、まあ、なんぞやと、プラスワン投票なんぞやという方もいると思うんですけど、まあ、これはね、ファン投票と選手間投票、で、監督推薦の出場選手が決定した後に、まあ、これらの選出方法で選ばれていない選手の中から、セパ両リーグ1人ずつ選ぶというのが、プラスワン投票ですね。これもファン投票で選ぶということになってます。今年はね、7月14日から7月20日という、まあ、約1週間での投票で、決定するということになってます。で、このプラスワンね、ちょっとカープのある選手にね、関わり大きいんです。はい、もう分かってる方ね、多いと思うんですけども、このプラスワン投票といえば、2012年、13年とね、2年連続で、堂林選手選ばれました。これね、本当堂林選手、かなり人気でした、この頃。本当ね、ちょっと、言い方失礼ですけど、まあ、成績だけじゃなくて、人気な選手が選出されるという可能性も十分あると。いうことで、まあ、2012年はね、結構堂林選手が出始めて、ホームランとかも打ったりして、インパクトもあったし、まあ、かっこいいですから、人気もあったということで選ばれたんですけど、2013年はそこまでいい成績ではなかったんですけど、まあ、ここも人気というところで選ばれたということがあるので、まあ、こういった成績だけじゃなくて、人気な選手が選ばれるという可能性も十分にあるんじゃないかなと思います。この時本当にすごいですね。2年連続でプラスワンですからね、1人選ばれる投票に堂林選手が選ばれるということでね、まあ、カープファン、カープ女子とかちょうど多かった時期ではあるんですけど、まあ、すごい人気だったということがわかりますね。はい。で、今年ですけどね、まあ、個人的に、まあ、カープだとね、森下選手ね、チャンス大きいんじゃないかなと思います。森下選手ね、まあ、カープ、
ファン、カープ女子に人気なのはもちろんですけど、まあ、去年とかオリンピックの日本代表で決勝に投げたりして、まあ、全国的にも有名ですね。かっこいいっていうこともあるので、森下選手ね、票集まるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん監督推薦で選ばれる可能性あるんですけど、監督推薦で選ばれなければ、もしかしたらね、森下選手にチャンスあるんじゃないかなと思うので、まあ、今年ね、このプラスワン投票、一人誰が選ばれるのかっていうのにも注目したいと思いますし、まあ、ちょっとね、忘れてたんですけど、秋山選手もなんかあるかもしれないですね。はい、もしかしたらそこら辺もあるかなと思うので、ちょっとこのプラスワン投票期待したいと思います。はい、でやっぱりね、オールスターはね、カープ選手の躍動に期待したいと思います。毎年ね、願うのはカープ選手の活躍ですね。 MVP 活躍獲得してくれというふうに願ってます。去年2021年をね、その中菊池選手が MVP 獲得しました。成績ね、改めて見たんですけど、えぐいっすね。4打数4安打1本塁打2打点ということで、 MVP にふさわしい成績残してくれてます。去年に続いて2年連続のカープ選手の活躍期待したいと思いますし、まあ、もちろん MVP 狙ってほしいと思います。でもう一つね、オールスターではね、一流選手と交流してレベルアップもできるんじゃないかなというところもあります。実際ね、2019年、まあ、床田投手がね、この年から巨人移籍した丸選手からね、ちょっとアドバイスもらったという話もありました。この年床田投手ね、左バッターを苦手にしていたんですけど、まあ、その中ね、丸選手、左バッターの丸選手にちょっとアドバイス、自分左バッターから出して嫌ですかみたいな質問をして、でそこからアドバイスもらって、左打者に対して、まあ、ちょっと改善されるっていうエピソードもあるので、まあ、こういったレベルアップすることもできると思うのでね、まあ、ぜひカープの選手にはこういった機会でレベルアップしてもらいたいなと思ってます。で、他球団選手の貴重な交流も見ることができるっていうのがね、まあ、オールスターの面白さの一つかなというふうに思ってます。はい、まあ、以前はね、鈴木誠也選手が巨人の帽子かぶったり、まあ、菅野投手ですかね、まあ、がカープの帽子かぶったりというね、まあ、貴重なシーンも見せることができるので、まあ、そういうね、オフの場面も楽しいのがオールスターだと思うので、まあ、ぜひね、カープの選手にもそういった楽しい経験というか、楽しい姿をね、ファンに見せてほしいなと思います。で、先ほどね、秋山選手プラスワンであるんじゃないかなとお伝えしたんですけど、無理でしたね。はい、条件として、シーズンで20打席以上立たないといけないみたいな条件あるんですけど、まあ今、12打席ということで、まあ7月12日までに20打席なんですけど、まあ現実的に考えて、1日、7月12日、横浜戦の1試合だけで8打席立つのは無理だと思いますので、残念ながら秋山選手は今年見れないということになると思うので、まあ、やっぱね、プラスワンであるとしたら森下投手かなというふうに思います。はい、というわけでね、やっぱりオールスターね、楽しみたいので、まあ、もうオールスターに出場するというカープ選手まだ分かりませんが、そのカープ選手の活躍今年も期待してオールスター楽しみたいと思います。頑張ってもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。オールスターも近づき、いよいよ前半戦も終わりということになってます。カープには引き続き頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利祈りまして、ガツガツガツカープ、頑張れ。